本日ご紹介のだだちゃ豆は枝付きのだだちゃ豆になります。鶴岡市で栽培されるだだちゃ豆というのは現在ではもうほぼ 95% はこちらのですね、枝から外した鞘の実だけで全国にお届けになっているのが主流となってます。当店ではこのだだちゃ豆を約20年前ほどからご紹介してるんですけども、その当時はですね、逆に枝がもう主力でありまして、地元のですね、八百屋さんなんかもこう枝でね、農家さんからこう仕入れたりして、自分の家でこう鞘からこう外す作業をしてたり、当店もしてた時代もありました。こちらのようにですね、枝付きで到着しますと、こう鞘からこう取る手間時間もかかりますし、あとさらにもう一度洗わなきゃいけないということ、あとやっぱりこういう根っことかこの枝付きがですね、ちょっと処理が面倒くさいとか、そういったところもそういったところの時代背景もありまして、もう現在では99%もこう農家さんがですね、こう鞘この枝から取って鞘のみのお届けというのがもう主流になっております。当店でももちろんもうご注文の方はほぼ8割はもう枝から取ったこう鞘のみでご注文が多かったんですけども、ここやはり 2,3 年ぐらいですかね、逆にこう昔ながらの枝付きが欲しいとお客様が結構おられましてですね、毎年希少なこの枝付きが逆にこう人気になってきたような気がします。地元の青果市場でも、まあ、量販店スーパーさんとか行きましてでもですね、ほぼこの枝付きに限りましてはもうないです。この小さいこう豆みたいなのがですね、こちらが根粒菌といいまして、だだちゃ豆にはこちらの根粒菌がですねいっぱいついてた方が、まあ、栄養もたくさんありますし味もよりうまいとされております。こういった枝付きの良さっていうのはもう新鮮度感が違うと申しますか、やはりこう一度およそは洗ってるんだけども、やはりこのだだちゃ豆の一つの特徴のこう茶毛で覆われてるっていうところもね、もうあんまり落ちてないような気がしますね。私今見るとこういったね虫食いなんかもたまにあるっていうのもなんか枝の良さというか、まあ本当畑で採れたって感じがしてきますね。あと今日はあんまりついてないんだけども、あとねこういったこうちょっとね色が悪いような感じもあえてこうついてるっていうのがやっぱ枝らしいというか、これが鞘にこうばらしますとこういうのはもう B 品として弾かれるんですけども、果肉の方がもうパンパンにこういったところにこう詰まってますので味には影響ありませんので、届きましてこの枝付きはきれいに洗えばある程度取れますので、これがまたこういったところのね枝付きの良さってあるんですよ。もう現在では鶴岡市内でもほぼ買える店はなくなりまして、当店も毎年ある程度の時期でこう打ち切ってですね、限定品に毎年なってます。茹で方なんですけど、これこうきれいにこう軍手か何かでこう外していくんですけども、こちらの枝付きに限りましてこう茶毛がかなり、こちらをまず塩で本当によく揉んで何回かこう洗い流して再度たっぷりのお湯で茹でないと、やはりこう口にですねこう産毛とかですね、この枝付きのみは塩もみしてください。時期は8月中旬頃から8月下旬くらいまでですね、束ねてくれる農家さんが非常にもう鶴岡でもいないので、もう限定品に毎年なってます。